起点側終点側美術館通りは、広島県呉市にある約200メートルの通り。起点側である呉市中心部側から終点側である国立病院機構呉医療センターへの一方通行。1981年整備、名称は1987年公募で決定。法令上の路線名は、呉市道幸町3号線である。 呉市幸町入選山公園内の呉市立美術館の南側を通る緩やかな坂道で美術館会館にあたり整備され美術館外館と合わせた歩道時期や屋外美術が点在する並木道である。太平洋戦争以前は呉市市街地と海軍交渉、海軍病院などの旧日本海軍の施設を結ぶ道路であったが呉市は1980年から入選山。 公園周辺の文化ゾーンの付加価値を高めるため、美術館の建設と美術館前の通りの改築整備に取り組み、芸術性のある散策路に生まれ変わった。この時、歩道にレンガ調のタイルやブロックを敷き詰め、タウンスクエアから美術館、ニューセン生産記念館にかけての約200メートル区間に15体の彫刻が並べられた。 この通りの愛称を募集したところ、1982年4月に美術館通りに決まった。軍港として栄えた呉市の歴史的建造物と芸術の香り漂う景観の調和が高く評価され、1987年8月10日の道の日に旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選ばれており、 建設省手作り郷土賞を受賞している。呉市中心部から見て、東側の旧三方に存在し、周囲は、呉鎮寺府、呉海軍交渉ゆかりの遺構が存在し、海上自衛隊呉基地関連施設がある。後は近世までは、山村で1890年呉鎮海府以降に発展した都市である。もともとこの地は、古代から亀山神社が鎮座していたが、 クレチン海富士に接収され、司令長官官舎及びその関連施設群が整備された。この道は中世から近世にかけてここに存在していたかは不明で、近代以降は海軍敷地内にあった道で、クレ市中心部からクレチン、クレ交渉やクレ海軍病院を結ぶ道であった。ただし、戦前の都市計画図などの民間の地図ではこれらの施設は記載されていないため、 現存する地図ではこの道の存在を確認することができない。クレ軍港空襲での被害状況は不明。1924年クレシ作成の都市計画区域図。右側に広島湾要塞司令部とクレチンジュ府の検閲済みと記載されている。1945年第一福音象作成の戦災外教図戦前のクレシ地図。海沿いのクレチン及び クレコの道路は記載されていない。終戦後、旧海軍施設は、イギリス連邦占領軍が接収し、後、大倉省に遺憾、つまり、国有地であった。1966年この道を含め公園敷地は、クレ市に無償対応され、市はこの地を史跡として指定して、古名を取って、入選山公園と名付け、以降クレ市が管理していた。さらに、 国から乗与を受けた旧司令長官官社については国から重要文化財として指定を受け資料館文書館を増設しながら郷土資料を収集保存展示しこの翌年である1967年に入選3記念館として開館しているそして呉市政施行80周年記念事業の一環として呉市立美術館整備が決定されその前の通りとして 同様に1981年再整備された。2010年旧軍港支転換法に基づき、この道を含めた公園一帯は、呉市に無償贈与された。1947年米軍作成の空中写真。当時は、イギリス連邦占領軍所管。1988年国土交通省国土地理院、地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成戦後のニューセンさん公園周辺。呉市立美術館前を彩る通りであり、歩道は美術館外観と同色のレンガタイルやレンガブロックが敷き詰められている。また、屋外芸術が点在し、芸術の散歩道の景観を呈する。以下、沿道の美術作品を列挙する。沿道の松並木は戦前から植えられたもので、樹齢は400年を超える。ありがとうございます。